取るの。なんでまくれるのかしら。すごい落ちました。頭が落ちました。えらいこちゃん。こんムーさん、こんムートモトさん、こんばんは。ふふふ、みこさんもこんばんは。ラウエルさんもこんばんは。もうボサボサや、なんか見てる。花輪くんみたいな前髪。え？花輪くんみたいな前髪。キティガチャガチャさん、アキコさん、マダムさん、さやママさん、ふんこんばんは、みゆきさんもこんばんは、みーのさんもこんばんは、待ってましたよ、ありがとうございます、ちょっと遅なった、はあ、キャットラブさんもこんばんは、こんばんにゃーやって、ペルトさん、コード遊んでる、遊んでないの？なんで私これがさ、くくれるの？でさ、見て、ちょっと見て、見て、折れたの。これほら、こう、ボギって折れたの、ほら。だからこう耳にこうかけてられないのよ。わかる？私耳の穴にこれをねじ込んで、こう、うんってねじ込んで、11時45分から始まりました。本当や、マネージャーありがとう。ここに、うんってねじ込んで、これを固定するっていう。これ小さい？ OK。うん。どう？声どう？滑らか止まる？もうな、みこさん折れた。うーん、これ耳にかけとられんの？これがこうやって。だからここにねじ込んどるの。ねえ。折れた、まつみさん。これ見て、耳にねじ込んでこうなっとるの。オッケー、音オッケー？音オッケー。これも見て、ここがこうなってるの。ほら見て。って。何これ、すごいですよね、すごいですよね。ほら見て、なんかここが宙に浮いてるの。よいしょ、こういう感じ。なんか中が、あ、えらいこっちゃ、すごいね、なんかすごいね。こんな壊れ方。声、あ、待ってよ、 Wi-Fi 切ったるわ。はい、途絶えた。こっから多分ツルツルテカテカで話せると思うよ。どう、滑らかなった？声 OK、 滑らかなった。お疲れ様、ひまわりさん。二宮さんも耳でかくなっちゃった。耳でかくなっちゃったって言いたいけど、折れたの。もう耳折れた。滑らかなった？ますみさん。販売会ないときみんなケイズさんのとこで楽しんでます。ああ、ほんとやな。販売会するとケイズさんともろかぶりするんやな。あっちゃ、ほんとやな。で、火水はさ、私が何もないからね、夜はね。そっかそっか。ああ、皆さんもありがとう。大きくなった？滑らかなった？ちょいちょい止まる？こんばんは。寝る前にインスタ開いたら、ペルトさんに会えた。マリコさん、おやすみって先言っとくな。寝落ちしてええよ。ありがとう。ケイコさんもいらっしゃいませ。エミさん、折れたりするんですね。折れたりするんですね。ああ、これよ。これいる人、これの販売会するいらんて、いらんな。困った。なんか、刀みたいになった。ほら、見て、シュー。はあ、もうなんか疲れる。もうこれ耳ねじ込んで使うんだで。ねって、もう、私の1200円返して、もう物のほんと3ヶ月で壊れた。なんか物が持たない。私の扱いが雑なのよ。はあって。まさきさんも、こんにちは。みこさんが気づいた。毎日頑張った証拠ですね。そうなん？これ消耗品なん？マイクって。そういうもの？もう、疲れる。お腹の空いてるまさきさん、そうなん？私もお腹空いた。昨日のインスタライブ夜見たんだけど、さやかさん来られてたんやね。会いたかった。どうやろ？けいこさん。私、けいこさん、いないんかってなったよ。けいこさん今度、さやかさん来てるぞ、けいこさんって思ったよ。でもまた来てくれるわ、そんなうちね。なんか元気しとるって言っとったし、なんか私も元気もらったなって感じね。そう、
裸の男子がフォークサンドしてるから、すに裸じゃないよ、裸じゃない、パンティ、赤いパンティ、赤いパンティ履いてる男子、そうそう。今日はマスクお休みして聞いてます。指の関節が痛いって。みゆきさん、どうした？痛いの？ああ、でも大丈夫。そんな時もあるよ。私もね、制作、なかなかな量を作ってるとイメージかもしれないですけど、いつもいつでもいつまでもね。でも違いますよ。全然や、ミシンやりたくない時全然ありますからね。全然休んでますよ。もう、ミシンやりたくないなと思ったら、余裕で休む、バサーって休みますわ。斬新に、アグレッシブにミシンを休みますよ。このアグレッシブさはね、キーカさんもビビりますわ。あんた全然塗ってないやんみたいな。そう、塗りたくない時は、本当恐ろしく塗らない。全然塗りませんわ。もう本当サッカーやめたのっていうぐらい塗りませんよ。嫌になった時はね、本当に塗らない。全然塗らない。もう本当に、もう廃業するんじゃないっていうぐらい塗らないですわ。キイカさんは逆に焦るぐらい塗らないの。でもね、なんかいつかまた、ああ、塗りたいなって思う日までずっと待つ。なんかこれはね、あれですわ。洗った後のマスクはいつもアイロンかけますか？かけません。アイロンかけないですわ。私はかけずに使ってますよ、そのまま。むしろ言ったら半乾きのまま使ってますわ。冷たくて気持ちよくてどうなんかと思いますけど。アイロンはかけてないです。あと、かけるとき、ここマスクゴム気をつけてくださいね。ジュッて焼くとゴムが焼けますわ。あと、ノーズフィッターも気をつけてくださいね。アイロンかけるときは、必ずノーズフィッターを外して、アイロンかけてくださいね。ここのゴムは本当に一瞬で死にますよ。あれが当たるとね。気をつけてくださいね。赤のティーバッグやった。そうそう、パンティ。ニノさん、パンティ。ケイコさんのインスタ素敵でした。スカートも旦那さんも。なんか、恵子さんのインスタ素敵やったな。なんか、ありがたいことに、クラウドキヒカさんのスカート届いたような報告が今日たっくさん届きました。で、超大好評。ね。そう、私の商品じゃないですけどね。嬉しいですわ。めちゃめちゃ嬉しい。でも、本当に個人的に、推しだったんで、おすすめしたいし、おすすめしたかったんで、おすすめできるし、自信持ってね。そう、素敵なスカートだなと思ってたんで、おすすめした方のぜひともと思ってね、それをほら、皆さんだって試着もできない、手に取ってみてもないのに、ただ私の言葉だけを信じて、そうでしょ？ご購入くださって、どうえらい信頼やなと思って、本当ありがとうございますって。でもね、その気持ちに、ご期待には絶対裏切らない作品だな、商品だなっていうのだけはあったんで、どうかどうか気に入っていただけますようにっていう思いでね、発送させていただいたんですけど、よかったー。みんな、なんか、みんな速攻履いてくれたの。ね、そう。ほんで、着画とかを送ってくださったりしてね、嬉しいな。ね、なんか気に入っていただけたみたいでよかった。そう、チクチク力が入ってるんでしょうね。休まなあかん。また縫いたいなーって思う時まではぐっと休んだ方がいいですよ、みゆきさん。指とか手先は大事。これからずっと他のことするのにも使うんだから大事。そう、思い切って休む。何もしない。大事にしてくださいね。やだもんさん、こんばんは。けいこさん、みこさん、ありがとうございます。だって、みこさんも笑ってるよ。明日検査忘れてって、昼間食いすぎたため、夕飯抜き。ああ、そうなんや。昼間食ってもだ。 アホやって言ってもだ。ごめんなさい。まさきさん、明日検査頑張れ。心配やったら私ついてってあげようか。私と恵子さんが、もうドキドキハラハラでまた余計な結果が出るやろ。やめとくわ。恵子 さん、キヒカさんにもう1枚注文しました。ペルトさん、教えていただいてありがとうございます。あ、本当よかったー。よかったね。てか、ごめんなさい。私、押し売りになったら嫌やなと思いながら、もう私、なんか、そう、恵子さんが気に入っていただいてよかった。よかったね。 悩んどったもんな。でも、なんか嬉しいな。なんか私のことじゃなくても嬉しいな。恵子さん、ありがとう。トシさん、お疲れ様。今日はありがとうございます。徳明子さんも、こんばんは。ペルトさんの声聞きたいで、ごめんなさいね。もう今日も仕事で遅くなっちゃった。ごめんなさいね。ありがとう。みこさん、けいこそん、またアップしてね。けいこそん。奥野農園さん、お疲れ様。今日はありがとうございます。伝えときますね、ミスカカに。そう、がまぐち、ショルダーをね、お気に入りの柄をね、ご購入してくださったの。よかったな。くじ運よかったな。てか、私もごめんなさいね。よかったよ。
何？ペルトさんなら間違いないからね。そう？でもそうやって言っていただいていいな。その代わり私、中途半端なものは中途半端ですって言いますわ。とか、おすすめできないものはおすすめしませんわ。結構辛口ですよ、これで。なんで何でも作品作り、自分のね、作品作り、商品作りは納得がいかないと形でご披露しませんよ。このマスクもそう。だからどうですかって言うまで1ヶ月かかりましたけど、これでいけるかなっていう自分の中の確信みたいなのが、よし、行こうかなって思えるまでは、絶対公表しないんですわ。試作品も公表することはないです。いきなり私の中の100%じゃないとお見せしないし、販売しないっていう感じで、今まで、今だけじゃなくて、今までずっとそれでやってきたんですよね、私のお店はね。だから、なかなか新作が出ないんですけど、新作楽しみにしてます、新作楽しみにしてますって言ってくださるんですけど、なかなか新作が出ないのは、実は自分の中で、よし、これでいこうって思える作品になるまでなかなかの時間がかかってしまうからなんですよね。そう。だから、何でもそうですけど、皆さんとか大事な方々、お客様、皆様に、物を紹介するっていうのは、私の中では結構プレッシャーだったりしますわ。皆様の気持ちを揺さぶってしまうかもしれないのでね。なんで、本当になんか、中途半端なものは中途半端ですって言いますわ。欠点も言うし、良くないことはボロクソ良くないことを言いますよ。チャコペンなんてなくなればいいのにとか言ったら、手芸業界から本当干されるよ、私。待ち針めんどくさいから打たないわって言ったら、本当キヒカさんから後頭部しばかれますわ。多分ね、おるんか今日キヒカさん。おる？おらん？おらん？おる？おらん？お姉さん聞いてるの？多分しばかれるよ、キヒカさんに。待ち針バカにしたらふざけんな、お前だよ。バシッてやられるわ、多分ね。そう。だけど私、待ち針止めなくて、塗ってますよ。ごめんなさいね、キヒカさん。ごめんなさいよーって。そう。なんでね、何でもそのありのままな性格な分、その商品とか物に対しても、そう、何でもそうです。このハサミ一つに対しても、ね、皆さんどこのハサミ使ってますかで、ね、お教えしますけど、おすすめできるからおすすめですよって言わせていただけるものだからおすすめする。そう。あんま良くなかったら正直、あんま良くないですよって言いますわ。そう、だからかな。自信持っておすすめできるものしか紹介しないつもり。自分の商品は微妙なだったら微妙ですけどねって言いますわ。素敵なガイダンスと思ってお聞きくださいね。皆さんの投稿を見て欲しくなりましたよって、奥の農園さん、本当、楽ちんぽんな。でもお腹ぽっこり出ない。本当になんかね、1枚買ったらもう1枚欲しくなりそうな、なんか素敵なスカートですわ。クラフトキヒカさんのね。よかったらね。また次の販売の機会に、見てみてくださいね。買わなくても見るだけでも楽しいですよ。いろんな柄がたくさんあるの。で、ファンが多いんですわ、すごくね。リピーターの方も多い。よかったらね、見てみてくださいね。チャイナゴさん、こんばんは。ひさちくんさん、ひさいちくんさん。ひさいちくんさん、こんばんは。はじめまして。コメントありがとうございます。マスクのゴム通し、してるところギュッと縮むんですけど、います？これはね、ここがギュッと縮みすぎるのはゴムが短いからかもしれないですわ、久地君さん。ゴムがこうギューって、でも縮むのもいいですよ。その分ここがこうしっかりほっぺたに沿おうとする、ここの柔らかさっていうことがあって縮むんですわ。私が長年使ってるね、長年使って最初から使ってるこちらね、こんな風に柔らかいの、ここが。こんな風に柔らかい。だからここがクシュクシュクシュってなることが実はいいと思います。これがならなかったらね、ここがこう浮くんですわ、マスクの。わかる？ここがこう浮きますわ。ピーンって、ここが硬いとね。こういうマスクつけてる人いないですか？ここがこう浮いてるの。こう、ほら。横にこうエラみたいに。それはここが硬いからクシュクシュならない。ギュッと縮まないからこうなるんですわ。ここが縮みたくても縮めないのね、被災地の。ただ、これがこういうふうにこうくしゅって縮むってことは、ここのほっぺのラインにしっかり寄り添っているからね、ここがこう浮かないから縮む。そう。でも縮みが気になるんだったら、耳が痛くなければいいですけど、ここがかなり引っ張られるから縮むっていうのもあるかもしれないんでね、ゴムの長さをちょっと調整してみるといいかもしれないですわ。そう、よかったら参考にしてくださいね。2の3、今日も朝100%の布でマスク作りました。リサイクルショップで買った布100%のシャツを、利用して夏用マスク作ってますよって。はあ、すごいね。いろいろチャレンジされてて尊敬。ありがとう。リエさん、こんばんは。ケイコさんが笑ってるわ。たくさん欲しい？わかる。ケイコさん、わかる。なんか、
次は全く違う柄で欲しくなったりせん。奥の農園さんも笑ってる。おったし、キヒカさん、こわ。うわっせか、キヒカさんおった。おらえらい、こっちゃ怖い。巫女さんからも着替えもらいましたよ。バスルームから愛を込めて。キヒカさん、私もそれ見た。笑ったらあかんけど、笑えたな。巫女さん、かわいいって思った、私。おれたらあかん。ね、あ、てか、キーガさんおったんやん。ごめん。びっくりした。おお、怖い。心臓に悪い。こう、託し寄せてって、キーガさんが急に来たら、こうビビるわ。えらいこと。もう心臓に悪いわ。ああ、びっくりした。あ、そうだね、キーガさん。ピエさん、ありがとう。キーガさん、ありがとうございました。やって、トシさんが言ってるわ。ミティ、あ、ミティさん、こんばんは。お帰りなさいということで、ただいま、ありがとうございます。みこさんが、キイカさん、あんな場所での着画で失礼しました。あんな場所じゃなくて、場所じゃなくて足元が笑えるよ、みこさんって言っとこうかな。キイカさんが、こちらこそありがとう、やって。みこさんのバスルームからの着画最高でした。うわははは、みんな知っとんや。マルタ、どんがらガッシャン頑張ってくださいね、って、ほんとやな。ともこさん、あ、ともさん、お疲れ様、こんばんは、なんだか久々、ほんとやな。ともともさんもお疲れ様。しっかりいる、こう上。キヒカさんおったわ。しばかれるとか言ったらおったわ。怖いわ。あ、いらんこと言えんな。もう本人目の前して言えばいらんこと言えんわ。怖いわ。おったわって言っとこう。ミ コさん、稽古損笑ってね。やって、笑った。しっかりおったな、トシさん。怖え。めっちゃ笑いましたよ。やって。もうミコさんがかわいい。そのハサミ買いました。めちゃめちゃいいです。本当、福野農園さん、そう。いいでしょ。切りやすくて、切れ味すごくいいですよっていうの。そうでしょ。そう。おすすめですよ。クローバーの10.5センチですわ。赤いクローバーの10.5で検索したらこれが出てきます。よかったら1000円前後やったと思います。税込みね。よかったらね、おすすめですよ。さあ、恵子さんも笑ってる。都合が合えばぜひ参加したいです。本当やな。おおきいえさん、こんばんは。被災地くん、小学生の給食マスクみたいになるのです。ゴム調整してみます。うん、いいと思いますよ。またよかったらね、困ったら聞いてくださいね。笑っていいですよ、やって。ありがとう、みこさん。マダムさん、私もキイカさんのスカート欲しくなりました。うん、ぜひともおすすめですわ。待っててね、ほんと、すごく素敵ですよ。ほんとに素敵。私は好きだな。てか、好きだな、てか、おすすめできる自信持って。だから、こう、届いた皆さんもなんか気に入っていただけて、ほんとよかったなっていう感じ。マダムさんもよかったらね、次の販売の機会にね、購入してみてくださいね。色柄見るだけでも楽しいよ。何の柄でも結局合うわ。上を白とか黒の無地にすると、下は何履いても合いますよ。何も心配しないで何でも合わせやすい。で、足元がすごくね、動かしやすいけど、お腹はぽっこりしないっていう素敵な、商品なんで、よかったらね、見てみてくださいね。みこさん、足元笑ったな。風呂場のあんた椅子の上に立っとらすもん、この人。みこさんがまさかのよ、これうちの子の中で一番優等生な、みこさんが風呂場の中で写真撮っとんのよ。風呂場の足元があんた、風呂場の椅子の上に立っとるところで、もう笑えるね。もう写真、鏡に自分のさ、スカートを写したい一心でもう撮ってらっしゃるのはすごくわかるんですけど、椅子の上に裸足で立っとるなっていうね。かわいい。笑ったな。やだもんさ。今日初めて負けなショルダー使いました。うん。ずっとかけても肩が痛くならずでした。めっちゃ良かったです。やって。おお、嬉しい。負けなショルダー気に入っていただけた。ありがとう。私ももうずっと使ってます、5年。違うカバンにちょっと気分転換してみたけど、結局またすぐ負けなショルダーに戻りますわ。なんでだろうな。でもやっぱ楽、肩が楽、体が楽。こうやって持つと体が歪む、軸がね。こうカバンを持つと、これは軸が歪む。だから負けなショルダーでね、もう体の一部にしてしまうので、体の軸がね、まっすぐですわ。こうしないんでね、こうでもこうでもね、そう、まっすぐ。これが体のこう凝りとか流れを、ずれない、ずれさせない、歪ませない。体はまっすぐで、負けなショルダー体に沿うので、体の一部になるので、こうじごじごしないんで疲れないんですわ。ここが体にピタッと寄り添うんでね、っていうおすすめグッズ。やだもんさんが気に入ってくださって嬉しいよ。今またね、次の分をちょっとずつ縫いを進めてるんで、もうちょっと気長にお待ちくださいね。また販売会もお楽しみにしててくださいね。いやー、ラムナブさんもこんばんは。わいやっと届きました。かわいいです。やって、嬉しいな、嬉しいな。素敵なところにお嫁に行った、ありがたやですよ。買ってくださってありがとうございます。
しさん、でも美子さんのイメージに合って似合ってたよ。あ、スカート素敵やった。足元ばっかり見てたけど、スカートはほんと素敵やったな。絶対にイメージに合ってるよな。なんか、上品。上品。ね、トシさん。あ、トシさんありがとう、やって。トシさんも縦ストライプ素敵、そしてスリッパもストライプでしたね。あ、そこまで見てない、私。そうなんや。ええとこまで見とる。ミコさんかわいいやって。こんな私なのやって。いやいや、ミコさんはみんなのアイドルよ。みんなの優等生。ね。ニーノスさん、がまぐちショルダー届きました。やった。 N ってイニシャルのバッジが一緒に入ってました。そう、これはミスカゴからのプレゼントですわ。で、イニシャル、なるべくお名前のイニシャルをお届けしますっていうね、おまけですわ。よかったらね、なんかに使ってみてくださいね。恵子さん、そうそう、で、どこで写真撮ってるでしょうかみたいな感じでメッセージ来たから笑った、足元。スリッパ誰にも触れられなかったよ。だって、巫女さん、よう見とんな、としさん。よう見とるで、お姉さん。えらいこっちゃ。でも今日滑らかやな。今日は寝るって言っとく、ばあやて。あ、さきさん、お休み。明日検査頑張ってな。また待ち時間長いかもしれんけど、マスクしっかりつけてね。検査頑張っておいで。また結果待ってるよ。いってらっしゃいまし。お休み。私だけやって。まさきさん、おやすみなさい。やって。私はトシさんのスリッパ気づいててよ。私気づかんかった。見てなかった。気になる。まさきさん、お疲れ様。お大事に。だって、本当やな。そう、トシさん、ありがとう。結構損、さすがよ。やって、本当やな。みんなちょっとちょっと見てください。私気になるわ。トシさんの足元が気になった。ちょっと見させて。ごめん。トシさんの足元だけ見させて。めっちゃ気になる。えらいこと。トシさんの足元。あ、ほんとや。ほんとや。トシさんのストライプ好きやな。素敵や。なんかみんなのスカートかわいい。健康サンダルな。そうなんや。私健康サンダル履いてられん。足痛くて。大人やな。そう、まさきさんも寝な。ええから。ネロネロ祭り。な、けいこさん。さあ、ここまで、コメント。あ、着いた。やっぱ Wi-Fi 切ったら早いんかなっていう、私、ギガ貧乏もええとこですが、これも本当に、なんと偉いことよ。けど、まあいいわ。みんなが楽しいなら、いいよ、しょうがないよ。いいよ、いいよ。ね。さあ、そしたらね、私の話したいことは、そう、ライブ812で、ペルトの、フォロワーさんっていうんかな、ここの、ね、インスタライブでいつも仲良くしていただいている、いただいてる皆さんが、こう、812に来てくださった皆さんにね、なんかオレンジ色の花マークをね、ペルトのチームですよ、ペルトの仲間たちですよっていう印で、私もつけてるし、皆さんにもお名前の後ろにこうね、そのね、オレンジ色の花マークをつけて、推しマークっていうのが流行ってるんですけどね、つけてね、なんかチームペルトをアピールじゃないけど、称号みたいな感じでしてるんですが、これは私がさし始めたんじゃなくて、ライブ810の中でそれがむっちゃ流行ってて、ペルトさんはしないんですかっていうことで、ああ、そんなのあるんですかっていう感じで始めてみたことが、ね、皆さんにつけていただいて、結構ね、このオレンジ色の花をつけてくださってる方、あちこちでお見かけするようになってきましたよ。いろんなライブ配信、その812の中でいろんなジャンルで配信されてる方のところにいろんな意味な、行かれてるんやね。私も言ってるけどね。そう。それでお見かけして、で、なんか、私もその他いろんなライバーさんのところにお世話になるんです、お邪魔するんですけど、決まってね、最近特によく言われるのが、ペルトのお客さん、来てくれたよとか、いてくれたよとか、ね、で、ペルトのお客さん、すごくお行儀がいい、礼儀が正しい、すごく素敵なリスナーさんですよっていうのをすごく言ってもらいますわ。あちこちいろんなライバーさんから。この間、ペルトさんとこのお客さんが来てくれてんだねって、多分皆さんこのオレンジ色の花柄をついてたら、ペルトんとこの人やなってわかるんだね。そう。で、ペルトさんとこのリスナーさんが来てくれてて、すごく最後まで聞いてくれてた。そうじゃあ、アナゴさん、その柄。そう。キリカさん効果ですごい DM もらったえて、ほんと、すごいな。おしゃれなスリッパに見えましたよ、だって。ほんとやな、健康サンダル見えんな。素敵なスカートですものね。だって嬉しいな。トシさんは影響があるね。そう。なんかそのオレンジ色、茶の子さんが出してくださったその、オレンジ色つけてる人はみんなすごく人がいい。
すごく人はここがいいですねって言っていただきます。私が褒めてもらってて、私こんですけどね。でしょーってなりますけどね。 でも本当に私、皆さんも思いませんか？このチームペルトっていうか、ここのライブ配信の皆さん、本当に人がいい、ここがいいと思いませんか？なんか気持ちのいい人ばっかり、私恵まれてるんですよ、かなりね。でもそれをね、皆さんはもう変な話、人がいいねって言いながら、もう長いお付き合いになってきてるでしょ、少しずつ毎日毎日。ね、ライブのいろんなとこに巫女さんがいる。巫女さんの推しマークが増える一方や。そう。でも、なんかね、私たちはほら、みんな仲良しでしょ？みんな仲良しですごくなんか、なんていうんかな。お行儀よか、ケイズさんとかはお行儀かとか謎やな。そう、でも、ペルトさんのとこのリスナーさんがたくさん来てくれてて、にぎやかになったんだとか、すごく聞きますわ、ライバーさんからね。でも、皆さんはリスナーさんだからわからないとこもあるかもしれないけど、ライバーっていうのは、話を聞いてくれる、リスナーさんに結構その配信が左右される部分もありますよ、メンタルもね、配信自体もね。だから、ペルトの皆さんはこうやって、私とずっとずっとこういろんな話を今まで毎日毎日してきてね、そうじゃ、山あり谷ありじゃないけれど、マスクですごくすごくしんどかった時とか、マスクですごくすごく追い込まれた時、みんなで一緒にしんどいな、大変だなっていうのを、みんなで一緒にうーんってこう深い谷間をこうぐーっと下がって、ぐーっと上がっていった、みんなでこれをしたでしょ。頑張れ頑張れ頑張れっていう感じ、しんどいこの下がり気味の時も一緒に頑張った、いろんなことを話しながらね。だからさ、気持ちがやっぱ揃ってるんだね、こうみんなの気持ちが揃ってる。だからこう居心地いいし、誰に何を話してもね、変な争い事は絶対起きない、そうでしょ。だし、私もちょっとうろうろっといろんな方のところにこうね、チームペルトの方の投稿をちょっと覗きに行かせていただくと、もういつものメンバーがこうコメントして返事してて、もうものすごい盛り上がってて、あら、私出遅れた祭りっていう感じ、いつも出遅れてるんですけど、ごめんなさいね。けど、私が行かなくても、もういろんな人がいろんなコメント欄でわーって盛り上がってて、それを見るだけでも私はすごく楽しいですよ。で、中にはね、私も来させてもらいました、フォローさせてもらいましたけど、いいですかみたいなコメントを見かけて、いけいけって感じだし、カムヒアカムヒアって感じだし、そう、みんなでこう、ね、なんか誰かを仲間外れにするとか、あんたは違う、あんたはそうとかって区別とかさ、境目をつけるわけではなくって、すごく皆さんがね、快くっていうか、そのポツンってなってるペルトのね、この配信の方をこう、いいおいでおいでおいでってこう入れていただける、このなんか皆さんのここがすごく、嬉しいなと思って、正直ね。だからもともとはきっとね、もともとは私と皆さん、私と皆さん、私と皆さんっていう、私と皆さんっていう、これだけの付き合いだったと思うんですよ。皆さんと私、皆さんと私、皆さんと私っていう、一人一人と私のつながりでしかなかったものが、で、ここがみんなが仲良くなって、こう、丸い世界を作ってくださった、この丸い大きい世界ね。これは、私がそういうふうにしてくださいって、ますみさんこんばんは、インスタグラムフォローさせていただきました。いい、いけいけ、いけいけっていうか、ここのメンバーは本当、昨日ええ人ばっかなんで、私は全員おすすめですよ。おすすめっていうか、何も本当に、心配がない、何も。いけいけ、フォローして、フォローバックされとけ、ニノさん。ますみさん、いいな。そう、そんな感じで、みこさん聞いてるよ、たまたまコメント今読んだ、進まなくて、おお、焦り、何の話や、ミティさんか、あ、講師ね、なるほどな。そう、だから最初は私と皆さんっていう、このね、私と誰かっていう付き合いが、こうバーっていう丸い、こう一周した感じ、私の周りをぐるーっとっていうので、それが学生以来の青春がもう一度来たようで、ペルトさんのご縁を大切にしたいですって、嘘、嬉しい、なんかラウベルさんにそんな言ってもらったら嬉しいな、黄色いお姉さん、ちょっと私はそれはすごい嬉しいな。ラウベルさんが言ってくれたら嬉しいな、で、何か言うの、でも嬉しい、でも私もそんな感じかな、なんかみんなが仲良くしてくださってるのが嬉しいなって思いますよ。でもこれがさ、私たちはこれがさ、だんだん普通になりつつある、すごいことなのに、なんか仲良しな日々が続きすぎて、
普通の感覚でいるでしょ。皆さんもまたなんか美子さんが優等生、ミティさんと旦那さんが面白いとか、恵子さんがまたぶっ飛んでるとか、としさんがしっかりしてるとかね、ますみさんがまた素敵なコメントをシュッと入れて笑いが出たとか、春のママがぶっ飛んでるとか、やだもんさーんとかさ、みんなさ、おめさん笑ってるわーとかさ、ね、ぬんぬんさんはまだポリポリやっとんかしらとか、奥野の上さんお疲れさん、トマトまた食べたいよとかね、言ってないお名前の人もいっぱい、アルハンドメイドさん、都会のお姉さんって感じだし、もう言い出したらきりない、ローウェルさんもね、本当は私、なんかすごいクオリティの高い作家さんやなって思ってましたけど、こんなに私と親しくしていただけるなんて、チーズケーキさんもいらっしゃい、そう、チーズケーキさんだってそう、でしょ、お姉さん、あなたも九州から、はるばるといらっしゃいまして、ありがとう、カムヒアー、そう、ニノさんだってそう、ね。うん、私と長いお付き合いをさせていただいてるニノさん、もうそんな分け隔てなくでしょ、こういうメンバー、ライブ行った先にみんないると嬉しい、わかる、だからとりあえず視聴者見てね、オレンジの花探したりしませんか、私はするな、こんな皆さん、もう名前呼ばない方も、もう皆さんですわ、本当に皆さん、茶屋猫さんだってそうだね、もういつも寄り添っていただいてるし、おきえさんだってさ、いつも遅い時間、本当は眠たいのにな、朝早いし、けどこうやって付き合ってくださるし、そう、キヒカのお姉さんはいつの間にかいて、私は怖い。って怖いって言った子、まあ、先のお兄さんも面白いしな、みんながこれが当たり前？そう、当たり前じゃないんですよ、本当はね、本当はすごい奇跡ですよ、これは。だけど、なんていうかな、あ、ひまわりさんやペルトさんが皆さんうまくまとめてるんじゃないんですかね。いや、全然。私だってぼーっとしてるだけだよ。ベラベラ喋ってるだけ。そう。あ、安心する？ミコさんもよかった。マスミさん、ニノさん、こちらこそよろしく。ローエルさんが嬉しいって言うけど、私も嬉しいわ、ローエルさん。ローエルさん。そう、だからひまわりさんとのご縁も嬉しい。そう、タンポポさんもいるし、とかってみんなね、みゆきさんも、みゆきさんもだよ、みゆきさんこそ私すごい支えてもらってる、812では特にすごい励ましていただいてる、大好きですよ。なあ、二宮俊之さんは旦那さんも本当にそう、ね、仲良しだよね。そう、エミさんもやん、そう、ミキーさん、ケイコさん、トシさん、ミコさん、マスミさんとインスタグラム友達になったの嬉しかった、って、エミさん、他のライバーさんとペルトさんの配信が重なったらペルトさんが優先。嬉しい！嬉しいって正直言っちゃった。ペルトさんが紹介してくれるライバーさんがいい方ばっかり。チームペルトは仲良しですね。嬉しいな。でもエミさんがそうやって言ってくれて嬉しいな。なんか優先とか言ってもらえたら嬉しいな。そう、時間が被るからね、と思うけど。全然でも私のとこ出たり入ったりして気にしないでいいからね。他のライバーさんのとこも見に行ってあげてくださいね。私は付き合ってくれる方はいてもいなくてもベロベロ喋っときますんでね。でも、エミさんの気持ちも嬉しい。もうすっかり青いの花柄エミさんのイメージ。ひまわりさん、接して。皆さんも優しい。そうやね。うん、わかる、ムートモートさん。私もそのオレンジ花マーク見つけると嬉しい。ほっとする。私もここで繋がれた方々、奇跡だと思います。ほんとやな。ういたんも来れなくて寂しいこと言ってよ。あ、ういたんさんもか。でも、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ずっと繋がってるわ。チームペルトは仲良し。仲良しやな。私も思いますわ。私も入れてね。ひまわりさん。皆さん、仲がいい。ひまわりさんも一員だよ。アローくんさん、ほら、アローくんのお姉さん、ほら、アローくんさんだって十分。な、アローくんさんは人を思うのが上手な人。私もチームペルト大好きです。優しい、面白い、心があったかい。でもこれはさ、みんなで命、命って、命を守るものをっていうのを同じことを思ってさ、一番しんどい時に、一番しんどいことを、みんなで一緒に、って頑張った仲間だからじゃない？って思いますわ。ういたん、けいこさんのスカート見てハンバーガー行きたいって言ってた。オッケーオッケー。わかったよ。私もギガ貧乏だから、フェルトさん優先です。ありがとう、けいこさん。私も今ギガ貧乏、絶賛ギガ貧乏突入中、もう Wi-Fi 切って配信してますんでね。どんな金持ち？ もうバカや。でも、ちょっとギガのプランも変えようかなと思いますわ。そう、皆さんと滑らかな配信ができるためなら、私もちょっとしっかりここはお金をかけてしないといけないと思うし、なんでちょっと Wi-Fi をやめてギガで話せるような、私になりたいって頑張りますねって思っていたら、これが壊れた。皆さんに声をお届けするマイクが壊れた。ね、ほら、もう耳がかけられない。折れたの、これ。これ折れてるの。
あ、もうなんか嫌だ、耳の穴にねじ込んでからじゃないと喋れないこの私ね、ダンスできないじゃんってしないけど、もうなんかこれが壊れたのもなんか、はあ、ねえ、お金がかかる。アナログな私ですか？マスク作るようになってつながり増えました。でもヤダモンさんも本当に劇的に変化な気がする、日々日々。でもなんか嬉しいな、私ヤダモンさんとつながれたのは嬉しかったですよ。なんか嬉しいな、なんか嬉しいなしか言えないけど、そうでしょ？私は嬉しかったな。豆腐さん、ギガ貧乏来た。豆腐さんも来てくれた。ほら、豆腐さんもみんな大好き。まさきさんと程よい距離を保ちつつ、そこそこな距離でキープする豆腐さん。そう、だし、なんかやっぱり私、静岡のね、タレント事務所に所属してるので、豆腐さんがものすごく身近に感じますよ。なんか静岡に知り合いの方がいらっしゃるだけで心強い。そう、このタレント事務所に所属してるからって静岡に何回も行くとか、そんなことはないですけど、今のところこういうご時世なんでね。けど、どっかしら、なんか静岡で困ったことがあったり、わからないことがあったら、豆腐さんがいらっしゃるなっていうのはかなり心強い。そう、こういうのも私にとっては支えですよ。豆腐さん、ありがとう。恵子さん、としさん、ういたんからさんからもコメントもらいました。なるほどな。ラウエルさん、岡山の方だと今日知りました。すごく嬉しいです。ベルトさんと知り合わなかったらこんなにたくさんの方とつながれてなかったです。感謝しかないですよ。って、とんでもない。でも私は奥野農園さんと会えたことも嬉しいですけど、プチぷよと会えた。 プチぷよと会えた。 また9月かな、また9月になったらできるのとか、なんか楽しみにしときますね。私結局トマトの天ぷらできんかったの。トマトの天ぷら食べてみたかったなって思ってますよ。また楽しみにしときますね。みこさん、コロナでしんどい時にペルトさんやみんなと知り合えて救われました。やって。あら、父さんマイク壊れたんやって。もう父さん、でもみこさん、そうだね、みんなで、私も救われましたよ。毎晩毎晩ね、うちまさかのポケット Wi-Fi だった。うわ、恵子さんお疲れ。ミティさん、うちギガ放題、Wi-Fi も無制限だけど、3日で Wi-Fi 10ギガ超えたら制限かかります。意味がよくわからん。それギガ放題って言うのか？ 無制限って言うのか？っていう感じだね。としさん、恵子さん、まだ6月長いよ、コメントした後、興奮して DM くれた。本当に、本当、私もギガ貧乏。新しいマイク買ってあげます。ひまわりさん優しい。だからさ、これも、本当はインスタライブを始めてすぐはね、スマホのマイクに向かって私は大きい声で喋ってたんです、感情的に。けど、声が遠いって言われて、あ、そうなんやと思ってね、自分がこう、ジムの時に使ってる、Wi-Fi のね、Wi-Fi の、イヤホンっていうかな、あれで喋った、それでもまだ小さいって言うんで、これはダメだって、声をお届けするのは一番大事と思ったんで、これをね、買ったのよ。もうなんか、耳にねじ込んで、しかもこれがね、わかる？これ、わかる？これ、これわかる？全然柔らかくないの。わかる？なんかこの全然ふわふわでもなんでもないの、硬いのよ。ここの、これ、こい、この人が。この先っぽの人がね、そしたら硬いのをね、グーってねじ込んでないとね、ここにいられないな。ポンコツ。ポンコツになってまだ。てか、私がそうしちゃったんだけどね。もうなんか、マイクって大事だね。結構損、どんまい。豆腐さん、こちらこそ嬉しいお言葉ありがとうございました。つながってようね、豆腐さん。やだもんさん、私もペルトさんと出会えて本当嬉しいです。よかった。私ら両思いやな。先月よりまだいけてる気が。いや、ケイコさん、じきにやで、ほんと。ポケット Wi-Fi 制限あるんだ。あ、11月なんや、トマト。奥野農園さん。9月と思ってた、私。くそ。11月。あー、待てない。11月まで待てない。はよ作っといてって言うと、また資源自然相手なのに、はよ作っといてとか言うわ。11月ね、楽しみにしときますね。としさん、そうなの、やって。ハロー君さん、コードなしマイクはないのかな。フェルトさん、コードをぐじゃぐじゃにするから、それよ、もうなんかもつれるの、なんなんて、なんでこのもつれるの、なんでくぐれるの、ちゃん、こうやって置いてるだけなのに、挙句には耳が折れた、なんでこんなことになる、ミコさん、私の扱いが悪いからだよね。っていうお話。そう、痛いやつですね。そう、痛いんやって、痛い。
光やで、うち、多分な。なんだ、光、うち通信光やてとしさ、なんで Wi-Fi 相手せんの？私のスマホが腐ってるんかしらって言っとくよ。そうそう、コードレスいいかも。そうな。コードレス欲しいな。でもマイクじゃないんだよな。マイク欲しいな。ちょっと探してみようかな。なんか、こういうガジェット系に詳しい方っていらっしゃいますか？誰か旦那さんとかが詳しいとかない？私全然知らないの。こういうマイクがすごくいいやつ。本当は私もね、なんていうの、コードレスがいいの、本当はね。そう。そうなんです。だけどコードレスは見当たらん。固定電話いらないよ。ソフトバンク光とか。いや、なんかしてると思う。うちソフトバンク光だと思うよ、としさん、多分。僕の農園さんのトマト追加注文してないと。あんた偉いこっちゃ、私も食べたいわ。ええー、な。あ、光にしたいけど固定電話つけてないのよ。ああ、そういう話か。ひまわりさん、コードレスのマイクいいな。なんかおすすめありますか？私わからないの。詳しくないのよ、もともと。これもね、一生懸命近くのね、電気屋さんでもとっさに買ったみたいな感じで。でもね、これをね、3月の初めかな、にインスタライブを始めて何日か後に音が悪いってなったから慌てて買ったんですよ。もう何がいいのかとかじゃなくって、もう一択これしかなかったの。ホームセンターに何がいい、ホームセンターじゃないわ、電気屋さん、近くの電気屋さんね、スマホで使えるっていう端子のマイクはこれしかなかったんで、1個しかなかった、これだけ。でもこれをね、もう選択肢がないからわけわからず書きますわ。そうだけど、なんていうの、後で良かったのが、テレワークがバーって急に増えたから、このマイクが一気になくなりましたわ。なんで、ちょっと前に私がこれを買っていたことで、私はこのマイクを確保できましたけど、テレワークが進んだことで一気にマイクの需要が増えて、これもなんか売り切れになって手に入らなくなってたみたい。今は大丈夫みたいですけどね。だからその間はこれは私をすごく支えてくれた大事なマイク。死んでもボロボロですけどね、もうコードはもう絡まるわ、これはぶっ壊れるわ。で、ここはなんか刀になった。すごいね、こんな風になる人他にいるのかな、どうしたらこんな風になるのって、すごいね。 ねえ、ほんと光 巫女さんが、うちも光源氏じゃないよね。 わかった。ラムナブさんがペルトーって言ってくれてる。ペルトー、何ラムナブさん。パフさん、ショコタンがゲーム配信してるときヘッドホンにマイクついてるのしてて可愛かったです。こういうやつやろ。私もそうした方がいいのかな。うん、悩むな。ルーターが古いんじゃないかな、私の。うちも光源氏じゃないよ。コードはね、巻き方を覚えるとスルスルほどける。巻き方、巻いてないよ。もう的にボイって置いてるからダメなんだと思う。分かってるのよ。 8の字に巻くですねって。そうなんや、ますみさん。そうなんや、みゆきさん。誰が私のコードを8の字に巻いてくれるの？私、ボイって置いてるからダメなんだと思う。誰か、8の字に巻いてくれる人、キューボ。キューボ。巫女さんかな？巫女さんじゃなくてか。誰か、キューボ。っていう、もう、ダメな人なの。光源氏。トムトムさんが笑ってるわ。ワイヤレスマイクより有線の方が音はいいはず。そうなんや。そうなんだ。ポケットに引かれてそのままでって思わず言ってしまった。ああ、ミキーさんありがとうございます。うん、みゆきさん、そうです。八の字巻き知らない。ようこそここへって歌っとるわ、トムさんが。奥の農園さん楽しみだって。うん、パラダイス銀河懐かしいな。刀吹きました。そう、トムさんすごくない？誰か来たら戦えるよ私。チェキーン、ティリリリティリーン。すごくない？耳のパーツがこんなに分解。なんか、トムさん、刀借りたくなったらいつでも送るから言ってね。そう。はあ、そうだね。テレワークね。そう。テルトさん、マイク必需品ですよね。うーん。の方がみんなに声が届きやすいかなって思う。何壊れた？ 耳が痛い。ミコさん、パラダイス銀河はチャゲアスのアスカが作ったんだよ。あ、そうなんや。知らんかった。歌だけ知ってた。そうなんや。チャゲアス好きやったから。そうなんや。ともこさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。遅い時間にごめんなさいね。
ミティさん、私も先週だったから2回目が届いてもありません。すごいし、エミさんもなかなかやな。美味しかった無理を聞いてくださって奥野農園さんに感謝ですよって。あ、巫女さんが八の字にしてくれるみたい。巫女さんついでにこれどないかして。で、巫女さんに何でも放り投げよう。これいやー、耳が痛い。買い替えかな。アスカが作った曲なんですか。だって。無線 LAN の機器も変えたら高速に安定した。ルーター変えたら爆速で快適。私ルーターが古いんかな。そうなん、ココさん。てかココさん、コメントありがとう。ルーター変える。ちょ、旦那さんにそのまま言葉を首拍子で言ってみるわ。ルーター変える。アラシックさん、お疲れ様ですよってコメントありがとうございます。嬉しいな。アラシックさんこそお疲れ様です。遅くまでありがとう。ココさん、やっぱりルーター古いと Wi-Fi 止まる。私やわ、それ。ちょっと弱そうです。私、靴べらで戦います。ごめん、私の、これ弱い？これ。これ強いかもよ。これなんか、耳のとこか、まさかのこういうシステム。弱いんか、靴べら。靴べらもまあまあやな。私ら弱小やな。私、チャゲアスのファンクラブ入ってた。私は入ってないけど、チャゲアス好きやった。へえ。エミさん、ありがとうございます。トシさん、そうなんです。やって。チャゲアスの、やーしかわからないです。あ、本当か。光源氏、私カラオケで歌ってた。懐かしい。チーズケーキさん、光源氏カラオケで歌ってた。ちょっと待って、チーズケーキさん、もしかして昭和の回なのか。チーズケーキさん、カラオケで光源氏歌ってたって。それ春のママの、光源氏は最近っていうのとなんか近いぞ。あ、おやすみなさい。ムートマトさん、おやすみ。私ももう少ししたら終わる。今日遅いからね。トシさん、無線 LAN のルーターが古いのかもしれませんね。そうやな。ちょっとルーター聞いてみる。セイヤスも有名。チャゲアス私も好きですわ、ミコさん。大好き。そう。私が一番好きなのは、あれかな。ウォークかな。セイヤスも好きやけど、ウォークが好きかな。超接近戦しかできないですね。マイクの前に置くの固定。マイク前に置く固定のは、トシさんね、マイクを前に置くとね、こういうふうになる、こういうふうにミシンの配信がこうして、こうして、こうしてっていうのができなくなるんですわ。で、ミシンの音を先に拾っちゃうの。ダダ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 ダっていうのをね。だから私、口元に持ってきたいの、なるべくマイクをね。じゃないと、このミシンのこのダダダダダを先に拾うんですわ。ただ、聞き取りづらいでしょ。だから、なるべく、こういう配信をすると、ミシンが近くなるでしょ、スマホに。で、ここにマイクを置いてしまうと制作もできない、手元も見せられない。だからここに物を置きたくないんですよ。ここにミシンがあるんでね。そう。だからここにマイクを持っていきたいと思った私の精一杯なんですわ。だけど、ぶっ壊れたの。すぐ壊れる私。疲れた。自分に疲れる。ウォークいいですね。やって。本当、私も大好き。ココさん、うちもな、壊れて買い替えたから分かった。家族も実感しまして。そうなんや。 Wi-Fi 買い替えよ。チャゲのしっとり曲も好きです。なるほど。セイエスウォーク聞いてみます。うん。カラオケでチャゲアス長くない曲が。そうなんかな。私一人でなんぼでも歌いますよ。一人で行くから。小学生の時に流行ってた。そうかもしれない。同じぐらいか。よかった。よかった。同じぐらいかもしれない。おやすみなさい、ニノさん。仕事なんで寝ます。うん、おやすみなさい。遅くまでありがとう。ともこさん、子供を連れて光源氏のコンサート通ってた？コンサートでやってたんや。ああ、ニノさん、おやすみなさい。ニノニノさん、おやすみなさい。二人とも。また明日。ともこさん、ありがとう。ともこさん、昭和の回か。みんながチャゲアスの話してくれて嬉しいだって。私も好きですよ。フェルトさんがそれ出すと笑っちゃいます。ごめん、これか。 すごくない？戦えるよ、ほら見て。うちの子たちも、ね、剣とかすごい好きなんでね。これ後であげますわ、うちの子たちにね。お母さんも剣あるかんねって。チャゲエピローグ泣ける。そうなんや。ココさん嬉しい。以前、型紙をコピーしてあげたママ友さん、マスク作りにハマったらしいです。通学中の娘に伝言してくれましたって。そうなんや、嬉しい。奥野農園さんが広げてくれてるね。ありがとう。トシさん、上から下げるマイク探してきます。
上から下げるよりは違う、トシさん違う、じゃなくてやっぱりポータブルがいいわ。なんていうの、私外からの配信もやっぱしたいんでねって思うな。やっぱり優先なんかな。エピローグいいな、エピローグ好き。へえ、そうな、エピローグ知らないわ。みゆきさんもや、エピローグ好き、みゆこさんも好き。マイクスタンド置く場所もないので絶対邪魔になる。美人を知る、するから。エピローグ好き、エピローグ懐かしい、気になるな。はしゃげの、しゃげのハンドのサムデーも名曲よ。へえ、メミさん、めちゃめちゃ昭和って笑われるだろうけど、野口五郎のファンクラブに入ってたことある。笑ったらあかん。いや、笑ったら。野口五郎って ファンクラブあったんや。ごめんごめん、エミさんごめん。エミさん素敵。スクショしたらよかったです。これか。スクショして。いくよ。テキーン。テキーン。なんかエミさんがおかしすぎた。めちゃめちゃ昭和、めちゃめちゃ昭和って、笑われるだろうけど、笑ってはないよ。赤い口紅で鏡に書くけどうだっけ。なんそれ、トシさん。またようわからん話が始まっとるわ。マルチマックスというバンドだけど、チャゲアスのサムデー、YouTube で探してください。サムデー。とりあえずチャゲアスの、私もちょっとサムデー。なんじゃ意味わからん。そうです。トシさん、そう、エピローグ聞いてます。あ、トシさん、それです。何、トシさん、それです。赤い口紅で鏡に書くけど、何の話？動ける無線のマイク、息子が詳しいから聞いておきまして。で、なんかちょっとお値段してもいいので、なんていうんかな、ガチなやつも、なんかさ、ここがね、ここがね、これ見て、ここ、トシさん、ここが。わかる？硬くないのがいいっていうか、ちょ耳にもうちょい優しいのがいいのと、なんか、で、音質がいい。やっぱ皆さんにやっぱ声を一番届けたいんですわ。私はね、私は自分の声しか聞こえてないんで、どんな風にこれが聞こえてるのかがわからないんですよ。だから音の質がすごくいいこと、安定しててね。そう。で、電池の充電っていうのがないのが結局有線のいいとこなんですわ。これを充電しなくていいんですよね。そう、それも大事。結構1時間、2時間、3時間で喋ったりすると、こっちが持たなくなるんですよね。だから私のこのなんかイヤホン、Bluetooth のイヤホンは持たないですよ、とてもじゃないけど。だから、もしかしたら有線の方がいいのかもしれないけど、有線がこのスマホに使える端子の有線、これ結局、これ、いくよ。端子じゃないと、そう、端子じゃないとダメってこと。わかる？だから結局これなんかな。エミさん、私はマッチ。ごめん。エミソン、笑ってる。エミソンでみんなが笑ってる。マッチ？ど昭和。昭和炸裂。ほら、笑った。ごめん。エミさん、笑っ、どっから出てきた野口五郎。エミさん、かわいいやって。スクショしてくれたん、豆腐さん、ありがとう。野口五郎、もうみんなが野口昭和談義になる。野口五郎ファンクラブ。 好きでしたって、みゆきさん。 私？私鉄沿線って何？私鉄沿線、またみゆきさんと、なんか、あれやな、みゆきさんとエミさんは話し出したら野口五郎トークで朝まで行くな。なんじゃその、私鉄沿線って何？けいこさん、かわいくない？やって。やめて、野口五郎。私、ファンクラブ入ってた。ともこさん。やばい。何、みゆきさんとともこさん、野口五郎にメロメロだったんやな。
エミさんと私同じくらい、私も野口五郎好きでした、小学生の頃だし、キイカさんも乗ってきたかな、えらいこと、なんなん、キイカさんまだおったんかいな、てか、キヒカさんも乗っかってきたと、野口五郎。笑ったらあかん。ミコさん、エピローグの歌詞です。あ、そうなんや。ともこさん、仲間がいたやって、めちゃめちゃ懐かしい話ばかりで、そんな私はしっかりしてて、マダムさんもそうな。改札口で君のこと、何の話？チームペルトは昭和45からの方が多いのかしら。そうなん？ココさん、その端子ねって、そう。え、ローゲンさん、長渕剛？え、ローエルさんも謎やぞ。トシさん、ココさん、詳しい？いいマイクあったら、やって。ココさんも教えて。私、ガジェットが弱いの。もっと言うとね、ほら、YouTube で流してる、このほら、歌とかも、なんかね、もうちょっと上手に音楽を流したい。ミキサーっていうのがあるの？なんかよくわからん、難しい。まあ、できん。音楽流したりする機会が欲しいの。いい音でね。ココさん、もしよかったら教えてください。私本当に苦手なんですよ、こういうガジェット系がね。ごめんなさいね。そう、エミさん、キヒカさんも嬉しい。でも年がバレるからいつかは言わないでおきます。キヒカさんも乗っかっとるぞ。ミコさん、それ知ってるよって、みんな野口五郎ちゃんポスター貼ってましたよ。え、トムトムさんも乗っかってきた、野口五郎。なんなん、野口五郎のポスターとかあったの？だって、キヒカさん、明星読んでたとか言っとる。出た！明星。また明星の話や。えらいこと。今は詳しくない。昔、オペレーターのマイク使ってたから、長時間でも辛くならないの。あ、それを知りたい。オペレーターさんのマイクを知りたい。ココさん、よかったら教えてくださいね。なんかもう、キヒカさんが明星読んでたとか、また言うとるわ。野口五郎の大ヒット曲？賞も取ったの？「私鉄沿線」っていう歌な。なんちゅうタイトルの名前な。なんな。またキヒカさん、ペルトさん、明星知らないんだよ。知らない、私も知らないよ。明星ってなんや。あ、平凡。そう、明星平凡、懐かしい。また出た、平凡。明星に平凡ねって、また盛り上がったら、明星平凡の付録。何？知らん。有線の方が安定すると思うけど。で、充電しなくていいのがいいかもしれない、有線の方が。こっちの充電、電、私、ライブ配信の時、このスマホの充電が消えるのものすごく恐れてるんですわ。すごい電池が減るんで、私もね。けど、こっちの電池の心配も一緒にしないといけないのは困る。なんで、有線の方がいいかもしれない。同じやっぱものをもう一個買うべきなんかな。ねえ、ココさん。明星？また明星と平凡の話が始まった。みこさん、私は、明星派だ。あかん、ちょっともう時間が終わりそう。明星派だった。何、明星派？私、西城秀樹だよ、やって。ひろみさんが、なんか、ひろみさん、コメントありがとうございます。今までずっと空中をさまよってらっしゃったひろみさんが、もうこの昭和の話で耐えられなくなって、私、西城秀樹やよって言うてもた。 コメントありがとう。コメントしてくださったら嬉しい。 みんなが入ってきた。 明星は明星ですか、やって、東さん、らしいよ。明星の歌本？リボンだよ。リボンは知ってる。リボンは知ってる。フレンドも知ってるよ。若者が入ってこれなくなるよ。私、若者じゃないけど、全然わからないよ。私もどっぷりどっぷり昭和女子ですわ。楽しそうや。明星と明星同じです。明星知らないって、ペルトって子供だ。子供じゃないけど知らないよ。私とペルトさん、若者。恵子さん知らん？私知らん。明星懐かしい。ちょっと待って、チーズケーキさん、どういうシステム？チーズケーキさん、昭和のトークで乗っかっとるぞ。少し時間くださいって、急がないんです、ココさん。っていうか、ココさんがそんな人乗っかってくれて嬉しいです。ガジェット、嬉しい。ありがとうございます。助かります。ちなみに今のはこれですわ。なんかエレコムみたい。そう。ん？豆腐さん、有線の方が音いいらしいですね。そうなん？恵子さん、そうなんや。恵子さんは明星知らない？知らない。郷ひろみ派はいないのかな？郷ひろみ派？郷ひろみ派っていうのがあったんや。明星と平凡の区別がわからないというか、覚えてない。だって、明星と平凡っていうものがあったことすらわからないんですけど、話が尽きなくなってきた。もう時間。ほんま？ほんとや。やばい。郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎で御三家です。新御三家。何それ？知らん。
あ、リエさん、おやすみなさい。まだ何それ話？御三家、あと一人は郷ひろみ。キヒカさんも乗っかっとる。知らない？明星と平凡。スマップで育った世代です。そうやな。